こんにちは、プロドリフチャンネルです。こちらシェードガーデン、日陰でも育つ植物として雪の下というのがあります。とても重宝する植物です。ある程度暗くてもぐんぐんと育っていくということです。丈夫で、この島のストライプがとてもユニークな葉っぱの形をしています。後ろ側は赤いというのもユニークなところではないでしょうか。まあ、よく皆さんこの雪の下ご存知の方も多いと思いますが、園芸的に改良されたものの中にはこのように御所車などという斑の模様のユニークなタイプのものもあります。そしてこれ繁殖方法は丈夫こう株分けという方法もあるのですが、このようにランナーが伸びてきます。親株からこう子供が出てくるので、この子供を植木鉢を用意してこのように乗せておくだけでも根が出てきます。そして持ち上げて十分に根っこが張っているようであれば、ここで切っておけば新しく株を増やすことができます。はい、日陰の場所、直射日光に当てると葉っぱ焼けてしまうことがあるかもしれないので、半日陰の場所で管理をしてください。水は乾いたら、肥料は時々やってやればいいと思います。どんどんと株が増えるので、日陰の庭としてぜひ使ってみたい植物ではないでしょうか。